こんにちは。スタイリストのおやむしゅんです。今回の動画では、大人の夏靴はこの一足だけあればいいというですね、なかなかキャッチーなタイトルで動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。まあ、夏の靴の選択肢といってもですね、様々なものがあるんですが、その中で今回はですね、新しい定番になり得るんじゃないかというものをですね、皆さんにご紹介してみたいなというふうに思っています。まあ、僕もですね、夏いろんな靴を履くわけなんですが、やっぱりですね、夏当たり 当たり前ですけども暑いわけですよねですのでなるべく僕は快適に過ごしたいなというふうに思うわけですねそれは動画を見ていただいている皆さんも同じだと思うんですねまあ、おしゃれに見せようと思えば様々な選択肢があるんですがその中でもなぜこの一足なのかそこもですねしっかりと 図解を用いながらですね、皆さんに解説をしたいなと思ってますので、あくまで今回ですね、一足だけの靴に集中して解説をしたいなと思ってるんですが、この動画を見ていただくことで、どんな靴のバリエーションがあるのかも知っていただくことができるかなと思うので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。 こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンツファッションの今日をですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとか、コーディネートに関しましては、僕がもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼ってますので、そちらの方からチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。 はい。ということで、ここからはですね、実物をお見せしながら、これが大人の男性の新定番にふさわしいというものですね、皆さんに解説をしたいなというふうに思ってます。はい。それがこちらですね。はい。これは何かと言いますと、リビエラというブランドのスリッポンになりますね。これがですね、春夏、特にですね、夏場にはめちゃくちゃ使い勝手のいい靴なので、皆さんにぜひご紹介したいアイテムなのかなというふうに思っています。 このリベーラというブランドは2009年にフランスで誕生したブランドなんですけども結構ですね様々なセレクトショップで取り扱いがあるんですね僕が一番最初に見たのはおそらくユナイテッドアローズだったと思うんですけども今ではですね様々なセレクトショップで展開をしてまして去年僕はこれを買ったんですがエストネーションですとかあとはグリーンレーベルですとかエディフィスですとか本当にですね様々なセレクトショップで取り扱いがあって昨日今日盛り上がりが出てきたような靴ではないんですけども これこそ大人の男性が持っておくべきですね、鉄板のスリッポンなのかなというふうに思ってます。まあそれにはいくつかの理由があるので、ちょっと具体的にですね、図解をしていきたいなというふうに思ってるんですが、こちらをぜひ皆さん見ていただきたいなというふうに思ってます。得意の図解ですね。まあ最近はこればっかりに頼っているわけなんですが、今回もですね、縦軸横軸にそれぞれですね、項目を並べているわけなんですが、まず横軸から見ていきたいんですけども、横にはですね、 カジュアルと綺麗めという形で配置をしています。一方で縦軸はですね、若い大人という形で、どのような年齢層にその靴が合っているのかというところを表現してみました。 で、夏の靴の選択肢というと、僕はですね、いくつかあるかなと思ってまして、それをですね、並べているわけなんですけども、まずはですね、代表的なのがサンダルかなと思うんですね。まあ、ここではですね、ビルケンシュトックの定番のサンダルですとか、あとはここ数年トレンドになっている手羽というものをですね、並べているわけなんですけども、まあ、このようなサンダルというのは、もう皆さんもお分かりの通り、カジュアルか綺麗めかで言ったら、間違いなくカジュアル方向かなというふうに思っています。 ですので、だいぶ左の方に属しているかなと思うんですが、年齢層もですね、サンダルというカジュアルなものなので、決してすごい大人向けというわけではなくて、やはりですね、どちらかというと若い方向けのアイテムで、このような半分よりも下に属しているわけなんですが、かといって大人が履けないかというと、そんなことはないので、点線で少し大人の方向まで入れるようにしています。 はい。このようなサンダルというのはカジュアルな履き物としてあるんですが、一方で、綺麗めな靴にはどんなものがあるのかというと、ここにですね、ローファーを配置しているわけなんですが、まあ、このような定番的なレザーシュートをですね、素足っぽく履くというのもですね、大人の男性にはおすすめのコーディネートではあるかなと思っています。ですので、カジュアルか綺麗めかで言ったら、ローファーはかなり綺麗めの部分に入ってくるかなと思っています。まあ、年齢層なんですけども、やはりですね、カジュアルよりは綺麗めなので、少し高めに配置をして しています、まあ、大人向けなんですけども、ローパーを履くというスタイルは何も大人だけではなくて、割とですね、若い方でもやる方はいらっしゃるので、 この年齢層に関しては若い方の方まで点線で囲っている形になっています。そしてもう一つですね、最近トレンドになってきているのが、グルカサンダルというものなんですね。これ画像でちょっとお見せしたいなと思うんですが、まあこういったレザー製のですね、サンダルがありまして、ちゃんと甲をですね、覆っているようなものなんですけども、これがですね、ローファーとサンダルのちょうど中間ぐらいのような位置づけなんですけども、すごく上品で大人っぽく見えるもので、まあ代表的なモデルで言うと、 ブーツですとかあとかあジャコメッティこの辺りがグルカサンダルを使っていて結構ですね、これは定番的にずっとあるようなアイテムなんですがこれがですね、ここ数年いろんな方が履くようになってきたんですねですので最近では GU なんかでも取り扱いがあって今年はかなり話題になってるんですねですので年齢層としては本来はですね、大人向けの結構シューズかなと思っていたんですが最近はですね、若い世代まで履かれるようになっているのでかなり幅広く使い勝手がいいかなと といいう,うに思っています、まあ、こんな形でですね、代表的な靴を並べているんですけども、まあ、正直ですね、僕の中ではグルカサンダルだとか、ローファーっていうのはかっこいいんですけども、やっぱりですね、休日にラフに発うなものではないので、ちょっとハードルが高いかなと思うんですね。もうちょっと夏なので涼しい方がいいし、楽な方がいいので、そうなるとですね、ここまでちょっと頑張るっていう風うにはならないんですね。 特にローファーなんかをですね、ショートパンツに合わせるというスタイルは、僕はですね、スタイルとしてはかっこいいと思うんだけども、なかなかですね、現実的にそういったスタイルで出かけることはないかなと思うので、そんなにやらないんですね。まあ、グルカサンダルに関しては少しローファーよりもカジュアルになるので、僕の中では取り入れてもいいかなと思っているんですが、まあ、この2つというのは、そこまで気楽なものではないかなと思っています。そこで今回ご紹介したいのは、リビエアのスリッポンですね。なんかこんな風に説明してると、なんかまるで PR の 動画みたいになってますけども、これは案件の動画ではありません。普通に私物で買ったもので、僕が一方的に解説してるだけなんですけども、このリベアのスリッポンのいいところというのは、まあ、この軸でいうところの割と中間的な位置づけなんですね。あまりカジュアルすぎることもないし、綺麗めすぎないんですね。で、年齢層で言うと、やはりちょっと大人向きかなというふうに思うんですね。 ですので僕ら30代、40代世代が気軽に履いて、なおかつある程度の綺麗さが保てるというところで、このリベアのスリッポンっていうのはめちゃくちゃ便利なんですね。 ま、このように図にしてみるとですね、ちょうど中間位置ぐらいにあるものっていうのは、意外と使い勝手がいいということが分かっていただけるかなと思っています。まあ、それぞれですね、僕は持っておいていいと思うんですね。例えば、リビエラが一足あって、もうちょっとカジュアルに履くのであれば、手羽なのか、ビルケンュトックのサンダルなのか、ここら辺が一足あって、ちょっと小綺麗に行きたいなという時には、グルカサンダルがあるという形で、三足ぐらいあれば、僕はもう間違いないかなと思うんですが、まあ、その中でもですね、一つの軸として、リビエラの サンダルがあると,すごく便利なということが皆さんに分かっていただけるとすごくいいかなというふうに思っています。 はい。ということで、リビエラがなぜ便利なのかというところが、皆さんには理解していただけたかなと思うんですが、あくまで靴というのは、こういった目線で見るだけではなくて、やっぱりですね、履いた状態でどのような見え方をするのか、ここがですね、ものすごく重要かなと思うので、この後ですね、僕は実際に履きながら、リビエラのこのスリッポンがいかに便利なのかというところですね、改めてお伝えしてみたいなというふうに思っています。 はい、ということで実際に履いてみました。どうでしょうかまあ、かなりですね、デザイン的にはシンプルなんですね。まあ、シルエットを見ていただくと、決してですね、尖った感じでもないし、かといって丸すぎない感じですごくですね、バランスがいいシルエットになっています。今回僕が選んだのは、ネイビーとホワイトのですね、2色を使ったものなんですが、リベアのスリッポンかなりカラー展開が豊富なんですけれども、その中でもですね、これが一番鉄板で使い勝手がいいかなと思っています。まあ確かにですね 派手なな色とかも履きたくなってしま僕はですね、今回素足で履いてるわけなんですが、やっぱりですね、このリビエラのスリッポに関しては、素足が一番気持ちいいかなと思います。もう本当にサンダル感覚でスッと履いてそのまま出かけるというのが、このサンダルの良いところかなというふうに思っています。ちなみに今、かかとをこうやって入れていますけども、このようにですね、かかとを潰して履いてもらうのも良いかなと思うんです でで、ね、ですのの本当ににサンダル感覚で気軽に履いいいてももらうのもいいかなとと思思いいいいまますすし使い勝手のにいいに仕上がっっててるかかななうり涼しいんですよね。まあ、よーく見ないとわかんないですけども、少しですね、素肌が透けるような感じになってるんですが、このあたりもですね、すごくリゾート感があって素敵なスニーカーなのかなというふうに思ってます。僕の場合はですね、このように黒系のパンツと合わせることが多かったりするんですけども、割とですね、パンツの丈はノークッションぐらいに仕上げて、 横から見た時に少し素足が見えるぐらいがいいかなと思っています。以前であれば結構ですね、パンツを丈ももっと短くしちゃうことも多かったんですが、まあ、最近はですね、そこまで短すぎるのは流行らなくなってきているので、もうノークッションぐらいで動くと少しですね、くるぶしが見えるぐらいのバランスがいいかなと思うので、まあこれぐらいの丈感で使っていただくのがすごく便利かなというふうに思っています。まあボトムスはですね、様々なものが合うんですけども、まあ例えば今僕が履いているようなイージーパンツですね、割とシルエットもゆったりめで、 ゴムが入っているようなものこういったものにも相性がいいですしそれだけではなくて結構ですね短パンにも相性がいいのでこの後履き替えてみたいと思っています。 はい、ということで今度は短パンに履き替えていました。どうでしょうか結構リベエラーは短パンとの相性もいいなと思ってまして、短パンっていうだけでかなりカジュアルに見えるかなと思うんですが、そこに対してサンダルっていうのも悪くはないんですけども、どうしてもですね、30代後半とか40代の男性にはややカジュアルすぎてしまうかなと思うんですね。まあそんな時にですね、こういったスリッポンスニーカーがあると、すごくですね、適度に綺麗さも漂いやすいので、使い勝手がいいんじゃないのかなという風に思います。 に思っていますこのような短パンに対してローファーを合わせるみたいなスタイルも結構ですね、あったりするんですが、僕は個人的にはですね、ちょっとやりすぎ感があるかなと思っています。短パンがすごくカジュアルで、その真逆にあるような綺麗めのローファーを合わせると、悪くはないんだけども、ちょっとちぐわく感があるかなと思うので、僕はですね、もうちょっと雰囲気の近いこのようなスリッポンスニーカーぐらいの方がですね、相性がいいのかなと思っています。 というのもですね、やっぱり短パン,ンを履いてお出かけをするっていう気には僕はならないんですね。 例えばちょっとおしゃれなところにタンパを履いていくというシチュエーションがないので、タンパを履くときにはですね、割とカジュアルな機会が多かったりするので、その時に足元ローファーというのはなかなかイメージが湧きにくいので、このようなスリッポンスニーカーの方がやはりリアリティがあるのかなというふうに思っています。ですので、大人の男性が夏にですね、履く靴としては、このスリッポンスニーカーリベーラが間違いなく使いやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思っています。 はい。ということで、今回の動画では、大人の夏靴はこの一足だけあればいいというテーマでお届けをさせていただきました。そしてその一足というのは、皆さんもご存知の通り、こちらのリビエラのスリッポンスニーカーになります。これがあればですね、本当に夏場はめちゃくちゃ活用ができるかなと思ってます。先ほどもちょっと触れましたが、このリビエラのスリッポンというのはですね、 昨日今日出てきたようなものではなくて、割と定番的な位置づけかなと思ってるんですが、今年はですね、久々にいろんなショップで見かける機会が多くなってるんですね。ですので、また改めて再注目されているのが、このリビエラーなのかなと思いますので、ぜひ皆さんもですね、この動画の下にいくつかリンクを貼っておきますので、そちらの方からチェックをしていただければなというふうに思っています。また、実物が見える方は、お近くのセレクトショップで取り扱いがありますので、ぜひそちらでですね、実物を履いてみながら、この合わせやすさというところを 実感していただければなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンツファッションの興味をなるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみにおしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか限定動画では中級者向けのアイテムコーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山春のメンバーシップチャンネル。